んにちは、乗り物大好きケロヤマです。さて今回は前回に到着しました橋本駅からのスタートです。その他に来るときに気になった駅や沿線でかっこいい走行シーンを撮りたいと思います。総吾くんと私ケロヤマが頑張ってきましたので、ぜひ最後までお付き合いください。今ホームに止まっている2300系の車両は橋本から六六橋の三角区間を2両編成化やワンマン運転化のために作られた最新のズームカーになります。この電車がいなくなると分かりますが、奥には JR 西日本和歌山線の橋本駅があります。橋本駅のホームの番号は両社で通しになっていて、1から3が JR、4、5が南海となっています。留置線に観光列車天空が入ってきました。じっくり観察してみましょう。天空は橋本北陸橋間で運転されていて、展望デッキやテーブル席など車窓からの景色が楽しめる改造がされています。楽しくくつろげそうな内装ですが、それより気になったのが台車のレトロな作りで、ウイングバネ式コイルバネ台車というんだそうです。じっくりご覧ください。3万系の林間が入ってきました。荒野とともに大阪難波から山岳区間の極楽橋までの直通運転ができる性能を備えています。南海行きの林間と同じホームに極楽橋行きの確定が入ってきました。なかなか面白い光景でんな。ナンバーモーメント JR 和歌山線をお乗り換えください。ご案内いたします。じーっと見てたらお互い顔を突き合わせてなんか喋ってるみたいだな。ある程度取れましたので、この電車に乗って林間田園都市駅に行ってみたいと思います。林間田園都市駅に着きました。ホームで撮るのは面白くなさそうなので、周辺でかっこいい走行シーンを撮れる場所を探しています。いまいちなので駅の反対側に行ってみます。
31000系の荒野が来ました。3万系の増幅車として1999年に1編成のみ作られました。線路脇の歩道がありましたので、ちょっと探ってみます。さっきの歩道を行きましたところ、線路下にトンネルがあって反対側に出てきました。ここは線路にも近くていいんちゃいまっか。さっきの場所も良かったんですが、もっと気になってた奄美駅に向かいます。しばらく全面展望をお楽しみください。次のトンネルを抜けると奄美駅に着きます。体系的にいいんじゃないかなと思っております。なかなかひなびた感があっていいんじゃないですか。この後駅周辺でいい場所を探してみたいと思います。その前に周りの景色をご案内します。奄美駅から徒歩5分くらいのところに奄美温泉南天苑があります。本館は辰野金吾が手掛けた数寄屋風建築が移設されたもので、少しだけ紹介します。さらに歩きまして、駅の上にほぼ使われてない歩道橋がありますので、その上から撮影します。
この後はトンネル付近で撮りたいと思います。総合君はかなり疲れてきております。私ケル山は全く平気であります。今回はここまでになります。果たしてかっこいい走行シーンを撮れたのでしょうか。でも総合君は体力の限界なので撤収します。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。